いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は、1、海外の反応。大谷翔平、WBC 起用は二刀流で。ミナシアン GM も太ったら起用制限をかけない、しかも水原一定通訳。帯同許可。2、ネット上の反応、グッドアンサー。私はこう思います。について、海外メディアの反応です。エンゼルス大谷翔平投手の水原一平氏が侍ジャパンに帯同することになった。ウィンターミーティングが行われているサンディエゴで、ペリー・ミナシアン GM が地元メディアの取材に対応。大谷が来年3月のワールドベースボールクラシック WBC に参加することを受け、一平も大谷と一緒に参加する。一平は才能にあふれていると明らかにした。エンゼルス GM が大谷の WBC 起用法に制限をかけない、水原通訳の代表チーム参加も明かす。水原通訳は2018年の移籍後から通訳としてだけでなく、練習パートナー、運転手などでサポートしてきた。ミナシアン GM は、代表で何をするんだろう。ショート?彼はプレーしないね、と話したが、シーズン中は iPad などを駆使して大谷に対戦相手の情報を共有。多くのメジャー選手を知る水原通訳の存在は、国際大会で情報の少ない NPB 選手にとって心強い存在となりそうだ。また、大谷は10月中旬に米国から帰国した際に WBC での起用法について言及。打撃は問題ないとし、投手としては守護神としての登板にも意欲を示していた。これまで二刀流を容認してきたミナシアン GM は、何でもありだ。ショートをやりたかったらやらせるよ。抑えをやりたければ、その権利を得たということだ。私としては問題ない。信頼している。制限を一切かけない、と改めて明言した。ネット上の反応。ミナシアン GM は2020年にエプランに代わって GM に就任した。この前年、エンゼルスはモレノーズナンの意向でレンドンを長期高年俸契約で獲得した。一方、ミナシアンは2019年と2020年は不振だった大谷翔平の年俸を低く抑えようとして調停にまで進んだ。そこで大谷翔平は二刀流のフル稼働を申し出て、2021年は MVP を獲得して見事ミナシアンとの賭けに勝った。依然として2022年も含めてレンドンは故障で出れない。その結果、経営に失敗したエンゼルスは球団売却にまで進む。売却中の球団の GM の言うことなど大谷は聞く必要はないからバジ投風だろう。WBC に関しては大谷翔平の意向次第。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛てにお気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また、見てよかったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には PDF レポート、ヒット商品開発の裏技を贈呈させていただきます。チャンネル概要説明欄からどうぞ。